日本の未来を考えるキャスターの森健一郎です、えー。今日はこの方に来ていただいております小籠ゴンタさんです。ゴンタさんおはようございます。んさおはようなんですかゴンタさんおめでとうございます。<laughs> なんとですね、ゴンタさんがですね、えー、この森健のデイリーショー2020年の再生回数トップ10の、えー、1位も取りましたけども、なんとですね、トップ10のうち6個が小籠ゴンタさんです。おめでとうございました。 茂木、まあ、さんねそれは当然でしょう私もねテスラに乗ってねにんにくマシマシでラーメン食べて気合い入れてますから、まあ、それぐらいは当たり前ですよ。五段さん早速なんですけども、えー、と最近ですねあの、まあ、自民党さんがいろいろねいろいろやらかしててでその自民党の回答を求めますみたいなハッシュタグがねあのツイッター上で流行ってたんですけどそういうことについてどう思いますか茂木さんねだから君たちリベラル左翼はいつまでたっても政権が取れないんですよ。 <laughs> あそうなんですか自民党を該当してどうするんですか自民党以外にまともな政党あるんですかいやまあそるとこ立憲民主党さんとかねいろいろあるんじゃないですか野党は結局は反対反対だけでしょなんかそうやってなんかね何でも反対すればいいだからハッシュタグで自民党の回答を求めますとかそんなことやってねい,いい気になってリバラ政府の職に聞きたいんですけどじゃあなんで政党支持率で自民党が圧倒的に。 大きいんですか。いややまあそれももねそれはだなんでなんですかね。だから君たちリベラル政府がいつも言ってるように。いやなんかそういう正しい政策とかそういうのを主張したらそれで支持が集まるんですか。日本人の本音はそこと違うところにあるわけでしょ。自民党イコール日本なんですよ。ちょっと待って。 あ自民党イコール日本なんですかそう,そうに決まってんでしょだから自民党の解放解答を求めますって言ってるのは日本が終わってくださいって言ってるのと同じなんですよえ <laughs> あ自民党が解答するってことは日本が終わるってことなんですね当たり前じゃないですかだって考えてみてくださいよ自民党のね表現してる価値観って何ですか長いものににはまかれろ、ね、あの水に流す ね、あ運の呼吸、うん、忖度これ命これ全部日本でしょ <laughs> ちょっと待ってくださいあのよく批判されるあの自民党の政治の、まあ、例えばねあのあ運の呼吸とか忖度とかこれ日本がそうだってことですか当たり前じゃないですか君ねそんなこともわからないでよくこんな番組やってますねだからリベラル左翼っていうのはイデオロギーにとらわれちゃってありのままに見ることができないんだね。 日本はだってそういうい国でしょじゃあ安倍さんが桜なんかね桜のいつの話ですかそれ今年の春もうやってなかったでしょで去年のことでしょそんなのは水に流すこれが日本じゃないですか <laughs> ちょっとあもうそんなの昔の話だからそんなものは水に流すそんなことをいつまでもねああだこうだって言ってもうリベラル左翼はそういうイデオロギーってものにとらえちゃって 本当の人間日本が見えなくなってますねそそそ。そうなんですね。だからじゃあ菅さんが今ちょっと二階さんにね、あの気を払ってあのゴートキャンペーン、まあ二階さんがそういうね業界団体の長だってことで、これはどうなんですか。だ、それがね、リベラル左翼には分かんないかもしれないけど、忖度ってことでしょ。これが日本人の心の底でしょ。菅さんは二階さんのおかげで。 総理大臣になれましたとああよかったよかった秋田から出てきたこの私が、ね、集団就職で出てきたこの私がやっと苦労して政治の最高の地位まで上り詰められたのも二階さんのおかげですとつきましては二階さんのやられてる業界の団体に忖度して GoTo キャンペーンやりますとこれが日本じゃないですか <laughs> あそういうのなんか普通に利益誘導だとかねなんかそういうふうに。 あの言うんですけど権権政治だとかいろいろ言いますけどそうではないんですかだからそれがリベラル左翼のイデオロギーってもんでしょうねそれはだって総理大臣にしてもらったんですよそういう恩を忘れないこれが日本人ね忖度するこれが日本人だから自民党はイコールザ日本人なんですよ <laughs> ちょっとこの際ですかあの、ね、小野権太さんとにかく今年の「デイリー賞」の上位10位の6個なんでちょっとこの際でお伺いしたんですけど自民党にあの女性議員が少ないっていうのもこれはどうなんですか女性の閣僚も少ないですしそれが日本ですザ・日本日本はねあの女の人は家にいて家庭を守るとねで その男の人が外に出て社会に出れば7人の敵がいるってそんな中でまあ切磋琢磨して頑張るっていうこれが日本の国からでしょだからそれは日本人はそういう生き方が本当は好きなのだからザ日本自民党はそれを守ってるわけじゃないですか <laughs> ちょっと待ってくださいます。男女同権とかそういう話はどうなるんですかだからそれはリベラル勢力がそういうのがいいですってイデロギーを持ち込んでだからなかなかうまくいかないわけですよ日本人のサイレントマジョイティーね その人たちは自民党のやってる政策にいちいちうなずいてあじゃあ次も自民党に入れさせていただきますとなってるわけですよ。じゃ,じ,ゃじゃあ安倍,安倍さんがあの桜を見る会でなんかいろいろ嘘をついてたとかそういうことはどうなんですかだからねリビラル左右からすぐそうやって嘘とか言うよね嘘も方便って言うんですよ日本ではゆずうむげって本音と建て前ってね。 赤子の相手も二取るな。ってそういうわけでしょ。<laughs> その最後のやつは関係ないじゃん、お米の炊き方じゃないですけどな。あ、そリベラル最でもそんなこと知ってんだ。はあ、そうか、そうか、日本のこと少しは知ってるんだね。ちょっと待ってください、今田さん、ちょっと今日。ね、まあ、しょうがないですよ、今田さん、とにかく。で、ね、デイリーショーのアクセス、いち、位でした。まあ、じゃ、今田さんとしては、あの、自民党の会話を止めますっていう、かい、かい、回答を求めますというハッシュタグは。反対ってことですね。 だからそういうこと言ってるリベラル最高はいつまでたっても政権取れませんよねまああれですよどっかの政党みたいにあの略語を自民党とするとかそういうことをしないとね立憲民主党も立憲自民党ってしないんじゃないですか <laughs> ゴンズさん今思いつき自分で思いついてその場で笑ってたでしょ何言ってんのそんなリベラル最高にはそんなねこと言われたくないですよ私はもうそろそろね忙しいからこのね年末で私はちょっとそろそろテスラに乗ってあの帰るから しおちょっと待って下さい今田さん一つ行く前にあのなんか最近ね菅総理があの、えー、日本の電気自動車も電気自動車にするというようなこと言ってましたけどこれについては今田さんはどう思われますからとしは嬉しいですやっぱりさ,さん日本人自民党石の上にも三年 赤子のアイテムを取ったとうな、<laughs> その財布のは違うでしょうって。で、小野さんまあ本当に今年はおようしいのって来年もぜひあのこのデイリーショーの、えー、主要なキャラクターとしてお願いします。だからね、君たちリベラル財団とかそうやってすぐなんか意外と偉そうなこと言ってリニア利益誘導っていうかね、私の動画が一番再生数が多かったかってそんなこと言うんだから、私はもう帰るよ本当にね、帰るよって今ちょっと親しい会になっちゃったけどまあそれは置いといて、あのじゃあ年力増し増しで。 ね、自民党の解,放解答を求める人たちに言いたい私は自民党の乱れは日本の乱れ日本の,宇宙日本の乱れは宇宙の乱れニンニク入れますかと <laughs> あ自民党の乱れは日本の乱れ日本の乱れは宇宙の乱れニンニク入れますかとこういうことですね。近藤ささんんありがとうございましたお というわけで、小陵近藤さん、えー、自民党がなくなるということは、日本がなくなることだとううおっしゃってましたが、リベラル最後の皆さん、いかがですか、息をしてますかちょっと僕も、えー、横になってこようと思います。あ